ジェファーソンストリート駅は、ブルックリンク、ブッシュウィックのジェファーソンストリート、ワイコフアベニュース交差点にある、ニューヨーク市地下鉄 BMT カナーシー線の駅で、終日 L 系統が停車する。ジェファーソンストリート駅は1928年7月14日に、カナーシー線のブロードウェイジャンクション駅、モントローズアベニュー駅間延伸と共に開業した。メザニンジェファーソンストリート駅は、 相対式ホーム2面2線の地下駅である。ホームの壁には青色と茶色を主体に黄色とタンでアクセントをつけたタイルモザイクの帯が施されている。緻密な細工を施した小壁が設けられているが、元々のアースカラーを基調としたデザインからバラ色やスレートブルー、黄色や桃色を用いたよりパステル調のものに変わっている。また一部の背景タイルは マダラ模様になっている。これは手作業でランダムに切り出したタイルを丁寧にはめ込んだものである。青地にジェファーソンの J をあしらった名板がタイルモザイクの帯に等間隔で取り付けられている。青とダークレッドの地に金色のサンセリフ体でジェファーソン ST とレタリングされた。駅名表は内側に黄色、外側に緑色の縁取りが施されている。 方向案内板の矢印も同様である。ホームには青く塗られた、愛傾向の柱が等間隔で立っており、一本置きに、ニューヨーク市地下鉄で、標準的な黒地に白でレタリングした、駅名標が取り付けられている。駅の東端には終日営業の改札があり、各ホームから二人幅の階段を上がると、待ち合い初ホーム間連絡通路に出る。自動改札機を出ると、 トークンブースと通りに出る階段がある。階段は4つあり、スターストリート、ワイコフアベニュー交差点の4つ角すべてに出ることができる。ホーム生誕にも無人改札口があり、出場専用改札機とヒート自動改札機が1台ずつ設けられている。階段にはレンガ作りの屋根がついており、ジェファーソンストリート、ワイコフアベニュー交差点の西側に出ることができる。 悲しい方面ホームには2000年夏に新しいタイルワークが設けられた。ありがとうございます。